では時間になりましたので始めたいと思います。今日皆さん緊急の呼びかけにもかかわらず大変多くの方にお集まりいただきましてありがとうございます。私はアジア太平洋資料センターパルクの内田翔子です。テキストが、11月5日に公表されました。でそれを受けてですね、ずっと TPP 反対運動に取り組んできた私を含むいろんな団体の方、ご族の方はですね、ある意味、これまでと違う、そして今まで以上の運動をしていくという、決意とともにですね、何をやっているかというとですね、一生懸命テキストを読む努力をしているわけですね。これはまあ大変な作業で、ただですね、やはりマスメディアではもう合意した合意したというですね、本当に報道がアトランタの会合以降多くて、いろんな方からですね、どうなってるのかと、その今私たちがどういう状況にいるのかということすら、事実を知ることが難しいというですね、大変厳しい状況が あります。ですので、まずはこの11月5日に公表されたテキスト、これをの意味ですとか、どういうふうに、これ読んでいくのかという、リテラシーのようなものですね。それから、まず確認したいのは、これは最終合意などは至っていないという基本的な事実関係、これをまず皆さんと共有し、今後の運動をどう作っていくかということをですね、ざくばらんに意見交換するために今日の集会を開催することにいたしました。それで、ですのであまりに急ご次第だったためにですね、普段はタイトルがあったりですね、スピーカーの名前を貼ってたらですね、すいません、そういうことは準備間に合いません。ですからその意味では本当に皆さんと一緒にですね、これからどうするのかということを本当に率直に意見を出し合う場にしたいと思っていますので、後半意見交換の質疑もありますので、そういう場として今日はご参加していただきたいと思います。で、最初にお答えしたいですが、今日ですね、中継メディアの方もたくさんいらっしゃるんですが、中継に入っているメディア、生中継としては IWJ さんが入られています。一番前の席です。それから個人の方ですが、ツイキャスですね、こちらも生中継です。で、当然ですが、登壇する方の発言や顔は取って OK ですが、一般の皆さんの顔やなどは映さないということにしています。ですから質疑の際に顔は映りませんけれども、質問の内容や声も取ってほしくないという方は、すいません、そのようにあらかじめ発言された場合は言ってください。そうでなければ声だけは取らせていただきますということをお伝えしておきます。はい。それではですね、今日は報告として3名、お二人のゲストを招いてプラス私ということでいたします。でその他にもですね、運動でご一緒している仲間や国会議員の方もご報告も予定しています。よろしくお願いします。ではまず最初にですね、元農林水産大臣で、現在は TPP 交渉差し止め意見訴訟の会の幹事長をされています山田雅彦さんに、まずはこの今の状況をどう見るかということをお話しいただきたいと思います。じゃあお願いします。アトランタに私のお子さんも一緒に行ってきたんですが、
感がある言ってましたし、なんとかこの TPP 構想をこれを残すために今回ハワイでの失敗のこのまま漂流させないようにやるんじゃないかと思いまして、で気になったので三田さんに電話して今回アトランタのことに関わっていた、このいや今回はあのまとまらないでしょうし私はいけないかと言ってたんです。でも誰も行かないってわけにいかないだろうと思って、あの訴訟の会の日本弁護士に相談して、三雲さんじゃあ行きましょうかって言って、でその後まああのまあ三雲さんも行くで、実際その頃になってくるとなんかちょっと怪しいムードを感じましたね。例えばこういう時にこそ決められそうかなと、ちょっと政府関係者も少し語ってもらうんですが、なんか知らなくて、まあ、もうダメでしょうっていうのは、そんな変な態度あるって言ってみたら、結構厳しい状況にすぐなってしまいました。当初は、まあ、カナダの農業の代表者の前回あのハワイの閣僚会の時に報告したと思いますが、前は夜遅くまで御所さんとあの一緒にこう打ち合わせしていて、とてもじゃないけど夜は時間取れないという方に今回すぐにお会いいたしました。まあ御所さんのお役ですが、その時に言われたのは、日本は自動車メリットない、自動車でも譲ってしまって何のとこがあるのかということを言われましたね。で、カナダはあの農業者というのも譲歩しないとはっきり言われました。で、これだとカナダが頑張りさえすれば大丈夫だと、すごい安心したし、各国農産物においても特に医薬品の保護停滞期間の問題というのは、皆さんもご承知のとおり、随分、まあ、オーストラリアが対象にしてやってたので、これは大丈夫かなという気はしたんです、最初の1日の日ですね。ところが、2日目、まあ、向こうのずっとこうやってる NG の、まあ、前日と一緒に食事とか、情報を交換しました。お昼過ぎでした。あのお会いしました。おむすび5位になると慌てているんです、彼らも。で、おむすび5位になるわけないだろう。で、医療の問題がどうなったと聞きしたんですが、あのまあその各国の NGO というのは非常に大変詳しくて、ね、パソコンを置いて、で最初の日にやった時には自動車の日米の間どうなってますかと聞いたら、パソコンを見ながらあの部品の7項目で合意しましたねって言うんです。だからかなり本当に精通してる方なんです。その方がもうこれは大筋合意だろうって言ったってことを当時話し合ってびっくりしたんです。どうしてそうなったって聞いたら、一言、実はオーストラリアが砂糖の問題でアメリカが降りてきて要求飲んだ、オーストラリアの要求飲んだんで、医薬品の問題でオーストラリアが降りましたという話だったので、これはあり得るなと直感しました。で、まあで、いろいろあって話したんですが、あのまあその方は私それでもまあ信じられなかったし、できればこう今回お薬をいならずにっていう思いもあったんですが、まあいろいろ話しました。まあ、私にはまだお薬
ですよとそう言われました。確かに両国これ近藤さんも言うんですが、近藤さんの紹介もあって、その方からあのマレーシアの石膏商館と一緒に私も食事したことがありましたし、だからいろんな意味で非常に信憑性の高い中で大筋行為になる。私も早速あの農業各団体に来てましたので電話出しました。電話して政府から今回大筋合意について何か情報を聞いてると話しましたら、いやみんな相手の問題で今回合意しないって言って今みんなのんびりと飲んでるところです。でそういう状況でしたね。で、どうせよ、そういう時期じゃないぞ、これは大筋合意になるぞとしっかりしようとしてところで、まあ、激飛ばしたんですけど、ね、で、日本の私の知っている新聞社に出まして、日本で、まあ、夜の9時前でしたから、で、聞いたら、日本の状況はどうなるのか、ただ、明日の朝の新聞は各社ただ延期になったっていうね、そういう状況でしたね。だからまあ私どもが一番最初に語られたね、大筋合意になるという情報をいただいて、で結局私も大筋合意になるのであるっていう発信をしたことですが、あの東大教授の鈴木さんは山本さんはあれってびっくりした。で、みんな、ここで日本の歴史を知ったよと言ってくれてました。まあ、本当にギリギリまでやってましたから。でも一番最後まで反対したのは、自民とかベル自民だったんじゃないでしょうか。あとでその詳しい内容は、須藤さんも、そして三田翔吾さん、いろいろ話があると思いますから、そちらに譲ります。で、言ってみれば、大筋合意になって、で、その後、日本に帰ってきたわけです。で、ところが、大筋合意になっても、当時、何の合意書も交わしてない。ただ、大筋合意したという約束だったわけです。で、その後、この先月の14日から、まあ、私にも聞いた情報が、成田で、あの秘密裏に政府は各国の人から、で、日本のリーガーチェックで、おそらく内閣府の連中も呼びながら、八重洲協定書の詰めの作業に入ったんです。でまあ、もともと私は今度の協定書が各国の NGO が大会分かってますから、あの私も1年半前に TPP 秘密交渉の招待会だった時、あのブルネイでその NGO からあのいただいた資料で、その資料を元にして、あの資料っていうのは結構分厚いんですが、 TPP 協定のそれまでに決まった内容なんです。このブルネイの会議で投資の部分もこのところが埋まりましたのが裏切ったところで、かなり詳しいんですね。だから協定書の内容は私も前もって聞いてて、あの本格的に翻訳したことなんですが、皆さんの読まれたら分かっていくと思いますが、非常に抽象的です。しかしこの抽象的なもので、まあ、ダブテを利用したり、ガットを利用したりして、もっともらしいんです。今、これを詳しい言える風に、今、まあ、英語に堪能な津田さんとか、津田さんたちに、まあ、教えるというふうにいただいたんですが、そこからお話聞いてもらえば分かると思います。しかし、この、いわゆる協定書は一応できて、ウェブサイトに5000ページから、公開された。で、まあ、この
バマ大統領は90日ぶりの議会を通知したって、これからなんです。おっしゃるとおり、アメリカの連邦議会の議会の中ではどんどん反対の前、誤解はないようになって、で、再交渉しろ、例えば医薬品業界のホステルの8社上院の財務委員長で、まあ、通貨の問題で再交渉しろ、そういった声がどん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 上がっているところです。で、こうなりますと、まあ、まさにアメリカは大統領選挙でヒラリー・クリントンもトランプもデビューに考えた、その中で下院議員の選挙が行われます。正直言います。で、私がお会いしたアメリカの日本の連合みたいな労働組合のトランプ会長ははっきり、全労働組合がみんな TPP 反対である、で、そう言ってましたし、環境団体は一つ除いてみんな反対だと言ってましたし、民主党、この前 TPP 法案に反対した民主党の議員ですら、私は今回TPP に賛成する議員というのは来年中はない。来年2月に各国首脳層はもう首脳が集まって署名するかもしれません。しかし、それでもアメリカは来年中批准されることは絶対ありえない議会で署名する。で、次の年、その次の年も私は今の状況であるから絶対無理であろうと、そう思っています。で、この内容も実際にはまだまだこの付属文書相談も今から言う皆さんで読み込んでいただけないんですが、4年間の秘密保持義務というのが残っていますから、本当に大事なところは秘密のままで、そして抽象的な方言でなんとか終わらせてしまおうという意図が非常に感じられます。で、まあ、これから日本においても本気で、ね、本気でこれを潰していかない、これをやったら TPP やったら皆さんその中身はご承知でしょう。この日本が本当にですね、命よりも資本が、お金が、多国籍企業が大事な状態になったんでしょう。そう思っています。どうか、今日はそうですけれども、これからが勝負だと、一緒に頑張らせていただきたいと思います。今日は本当にたくさん集まっていただいて、ご協力でしたが、ありがとうございました。
10人の弁護士を連れて傍聴に裁判をしています。でその送金弁護士が裁判に出ないで抽選にあふれた人たちと一緒に議員会館を切って米韓へ FTA に住んで3年か4年なんですから、どのように韓国があったかという話をしていただくことになります。私が勝ってアメリカに TPP に反対して大臣辞めてすぐ来た時に当時通商代表のマランテスからはっきり言われたのは米韓 FTA で日本に何を求めるのかと言った時米韓 FTA を見てくれ TPP で日本に求めるものはそれ以上のものを求めると言われました。その後ズムライト国務省とか国務省の次官補もこんな仕事で米韓 FTA を読んでくれそれ以上のものを求めるという意味ではぜひ皆さんに東京地裁から参加していただいてそして何としてもまずは裁判で止めるそして米韓 FTA の内容をよく聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。16日の月曜日1時半に東京地裁の門の前ですね門前集会をやりますし私も変わりますがいらっしゃるだけではなく原告になっていただきたいそれから、会員ですね支援する会員にもなっていただきたいというふうにお願いをいたします。山田さんには後で質疑の時にもまた前にご登壇いただきますのでよろしくお願いします。それでは続きまして、紫藤信彦さんにご登壇いただきます。市民政治バーの代表で、TPP 組織国民会議の事務局長でもいらっしゃいます。紫藤さんにはですね大体30分ほどかけて、とにかくこの状況は一体何なんだと何を私たちは読み取ればいいのかということを分析いただきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました紫藤信彦です。アトランタ状況というのはですね、これは最近、月刊世界の12月号に、書きましたのでそれを見ていただきたいと思うんですが、アトランタというのはですね、本当に世界史の大きな転換点になりました。TPP といってもですね、実は TPP というのはもう内容がガラッと変わってるんですね。名前は同じですけど内容は全然違うんです。5年前私たちが反対の声を上げたときはですね、TPP というのは、自由貿易協定、21世紀の自由貿易協定だったんですね。関税の全部 100% 撤廃とかですね、障壁の完全な撤廃とかを目指した、マルチな、そういうその野心的な協定でした。しかしそれはたちまちこう破綻しましてですね、もう2年ぐらい前から、これはもうアメリカも諦めましてですね、国間のそういう理想主義的な21世紀型のですね、貿易協定から実はアメリカを中心とする前の2国間のですね、2国間交渉の積み重ねであたかも他国間のような振りができるとこういうものに変わっていったんですね。でそれはもう今でも残っておりましてよく新聞なんかを見ますと例えば、米のですね7万トンを作ったとかですね、TPP で米の7万トンを新たにですね、追加を作った。これ皆さん、自由貿易だと思います？思わないですよね。それは数量制限というんで、それはもう19世紀の話でですね、今だけですね、21世紀の貿易協定にですね、こんな今出てるわけないんですね。で、その2国間でやるとですね、どうなるかというと、これはもう際限なくですね、交渉が複雑になってくる。いわゆるサラダボールとか、あるいはスパゲッティミートボールといいますけれども、二国間をつないでいくとですね、最後はこの最後が合わなくなるんですね。要するに、そのジグソーパズルを入れていってですね、最後が合わなくなってしまうわけですよ。だから全部壊れてしまうというのが、昨年の秋の状況だったんですね。ですから、これはなかなか成立しないということが分かっていたんですが、それがですね、本当に急展開したというのは、言うまでもないですね、今年の中国のですね、AIIB のですね、発足です。これはもう皆さんですね、家に帰ってですね、この TPP の元と
なんだろう、TPA でね、アメリカ大統領に対する貿易交渉権限のその可決の日程と、そして AIRB のですね成立で、北京会議でついにそれが一応成立するわけですが、その日とですね、皆さんよく比べてみてください。もうまさにですね、北京で毎日毎日こう進んでるのを横見ながらですね、必死になってオバマ政権がですね、これはまあそういう TPA を作っていったわけですけども、そこでそれを受けましてですね、今回のアトランタ会議というのはですね、今までの自由貿易協定でもなくですね、あるいはバイの2カ国間の積み重ねの貿易協定でもなくですね、何になったかというとですね、これをですね、これは何かというとレジーム論ですね、レジーム論です。これはあの国際政治関係してないからよくわかんないかもしれませんが、世界というのはですね、それをこう管理している体制があるんですね。例えば昔アメリカが圧倒的に強かった時にはですね、IMF から、IBRD、IBM という責任ですね。それから、GATT みたいなのもありましてですね、そういうことで貿易と通貨とですね、金融の体制をしっかり組んでた、ね、これをですね、レジームと言います。要するに世界はですね、そういう、それを管理するのは国民が必要なんです。これをレジームと言います。で、今そのレジーム論がですね、非常に重要となってきています。今太平洋で起こっていること、そして中国に関して起こっている全てのことはですね、このレジームと関係あります。要するに中国はですね、今までの巨大な発展途上国からレジームを作りつつあるということですね。ですから、そういうところでアメリカはですね、一挙にこれにともかく、内容はとも何でもいいと、何でもいいからともかく、その TPP というものをですね、形式的に残さなきゃいけないということになるということになります。さあ、時間もありませんので、いろんなテーマがありますから、簡単に説明させていただいて、あとですね、質問を受けしたいと思うんですが、まず条文でですね、今、問題になっているのは、国会決議とか、いわゆる農業とかですね、聖域の問題ですね。これ、聖域と言ったときにですね、聖域といった方は一体どういう心づもりで聖域とおっしゃったのか、私はよく分かりませんね。もう本当に聖域、聖域と言っておられた方にですね、あなたの意味する聖域とはどういう意味ですか、本当に聞きたいと思うんですね。聖域というのは簡単に言えばですね、神域、神の領域ですね。で、今その聖域、聖域といって、聖域五品目といって、おりましたけども、日本のですね、農業のですね、自由化度は、81% になったということですね。聖域もですね、どん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 取り崩されてきているという現状でございますね。で、まあこれをですね、山井さんや自民党の方はですね、いや何言ってんだ、聖域ってのはもうできる限り守ってんだ、公約を守ったんだと言っておりますけども、ですから最初の質問に戻って、聖域って何ですか、神の領域ですよね。神の領域は結界というのがあって、そこから入っちゃいけないんですよ。だから神域という字、聖域というわけです。それはそういう意味ですよ。結界があるんです、そこにね。綱一本かもしれない、しかしその綱一本は越えちゃいけないんです。で、例えば聖域ね、3割減っちゃいました、ね、それでも聖域は守れたというなら、じゃあ伊勢神宮内宮に行ったらですね、ちょっとその3分の1をですね、3分の1を政府営にやらせてないか、政府営の視点そこに行って、政府営がダメならコンビニでいいです、コンビニをですね、その内部の中にですね、作る、認められますか、認められないでしょう。その正義というのは結界があって、結界の中は1ミリたりとも入っちゃいけないんですよ。ですから本当に無意味も正義と言っておられた方は、本当にそれを守るつもりだったのかどうか、あるいはですね、反対反対とですね、鉢巻きに書いてあるけども、実際はですね、いやどうすると、あとはもう地方健康所だ、最初からそう思っておられたの。それはですね、やっぱり皆さん、そう言っておられた方、皆さん一人一人がですね、どうお考えだったかは、まあ、聞きたいという気持ちがしないわけではありません。で、さらにですね、聖域を、まあ、それで、こう、3割減ってきたわけですよ。3割ではありませんね、これね。要するに、皆さんもこれご存じとですね、今度のですね、協定では7年後にですね、完全改正は最高潮となります。これどうですかね、そんなのちょっとありますかね。で、最高潮がやせたらどういう最高潮するんですか。それはもう他の国と全然違うところをですね、異常なところを最高潮するわけですね。異常なところってどういう国ですかね。
それは他の国がですね、自由稼働を 98%、99% 取ってるのにですね、ある国は 81% だと。ここはちょっとおかしいね。再交渉しようか、7年後。まあ、要するにですね、これはもう、これをまあ翻訳すればですよ。翻訳すれば、それは言うまでもなくですね、それは今回 98%、99% 決めるべきところだったのをですね、とにかく今はまずいから、7年後にしてくださいと。まあ、そういうことで、やったというのが、まあ、その翻訳した結果ではないかと思っております。ですから、これでですね、この、まあ、政治家は条件で、ね、苦しい思いをしたけれども、苦渋の思いをしたけれども、一応守れたというのは、もう真っ赤な嘘だということは、皆さんも、続きのところで言ってます。で、まあ、日本はその、この輸入に関してセーフガードというのをやっていて、これはまあ、お家芸だったんですが、最近はこのセーフガードがですね、まあ、アメリカもカナダもよく知ってますですね、まあ、日本が得意なものを逆転にとって、日本と同じことをやってですね、どうだという、そういう手段ですね、かなりいろんなところで使うようになりました。ですから今回ですね、自動車に関して、まあ、セーフガード、セーフガードというのは、まあ、そういうことでですね、まさに、まあ、日本の得意技、お家芸がですね、まあ、向こうに移行してしまったということでございました。TPP は貿易自由化といいますか、その意味はですね、アメリカ以外も自由化するということですね。アメリカは自由化しないんですよ。本当にですね、偏理的な関係でございますけれども、本当に驚いてしまうんですが、いや、そんな君ね、須藤さんは反米的だからね、アンチアメリカだからそういうのは、そういうおっしゃる方もおられると思うんですが、この11月5日にですね、協定文が出たときにですね、日経新聞が TPP の方をね、この前後にですね、日経新聞が TPP の成果と言ってですね、一面で記事書きました。何だと思います皆さん。TPP の、TPP になればどんなに良くなるかというのをですね、日経新聞、政府を代表する経済誌のですね、日経新聞が書いたテーマ。何かというとですね、ビジネスマンのビザ。枠広がると、ですね、ビジネスマンが海外へですね、より駐在しやすくなると、家族が行ってもお子さんも呼び寄せられますよという話なんですね。これが TPP の成果かな、もう本当に私は驚いてしまいました。もう天下の大新聞はですね、TPP の成果から言うなら、本当に成果があるならそれは当然載せるでしょ。だから要するに、ないんですよ、TPP の成果。得るべきものは何もなかったんですよ。何もなかったんですよ。で、唯一の成果はですね、そういうことで海外でのそういう障害が減ってですね、海外でよりビジネスマンが滞在しやすくなる、奥さんを呼び寄せたくなる、呼び寄せることができるという話なんです。それはですね、その人の流動という、人の流動ということで、ずっと書いてあるわけでございます。で、人の流動で、ずっと書いてあるわけですが、で、これは、皆さんもお持ちだと思いますが、日本政府が出しているですね、TPP のですね、概略書、概略書というのがありますね。それを見るとですね、そこの附属文書の中に、各国がですね、ビジネスマンの枠の拡大にどういう努力をするかということを書いてあるんです。ずっと書いてあるんですね。ベトナムはこうだ、こうだ、ブルネイはこうだ、こうだ、ね、こう書いてあるんです。ね、日本もこうだ、こうだ。ずっと読んでって、アメリカは何するんだろうと思うんですがね、アメリカは非常にビジネスで、やっぱりビジネスマンに対するビザが厳しいところでございます。アメリカはどうするんだと思うとですね、この日本語のですね、皆さんお買いになったら、見ていただきたいんですが、そのアネックスにですね、アメリカという欄にですね、約束なしって書いてあるんです。わかりますか？約束なし。他のところはですね、この英文だっていうんですけども、ちょっと英語の得意な方はですね、アメリカの USTR に載ってるですね、そういう今回の協定の6000ページの中のですね、アネックス、アペンデックスとたくさんあるんですが、そこでですね、人の流動というところでずーっとベトナム、カナダ、メキシコとずっとあります。ずーっと見ていってください。アメリカだけないんです。なぜない？それは USTR のアメリカ議会に対する約束、すなわち、これによって、ね、この TPA 法案、TPP の前に TPA 法案を取るときの約束として、この TPP はアメリカのビザ法に一切影響を与えない。
この現実を捉えたわけです。まあ、それがそういうことなんですね。いやそれはまあ一つくらいだよね。そんなあんたもそんなに反米的なことを言いつつもないということもおられるかもしれない。じゃ例えばもう大きな問題としてもう皆さんもよく知ってるですね、例えば入札の問題、そういうものがありますね。公共入札というものがありますね。でそういうものに関してはですね、こことここはそういうものから外していいというのが、こうあるわけですね。そしてそれがこうリストを出してからと、これは認められないんだけど、これが有名なネガティブ方式ということですね。で各国は必死になってこう出していくわけですよね。だからそういうものを見るとですね、アメリカがどういうふうなことをやろうとしているかは分かるだけでありました。で、まあ、そういうふうに見ていくとですね、今回アメリカはですね、実は本当にですね、全くですね妥協しなかったということがあるんですね。でこれも皆さんご存じかもしれませんが、アメリカはですね、TPP あるいは自由貿易と真っ向から衝突をする法律があります。有名な法律ですね。これは何て言うかというと、バイアメリカン法ですね。要するにアメリカ製品を買うということです。ですから公共事業やあるいは公的な機関のものとか、あるいは州のものとか、あるいは市のものとか、そういうアメリカにとって重要なところのものはですね、アメリカ製品でないと買っちゃいけません。こういう法律があるんですね。でこれは私たちはもう何度も何度もしつこく聞いたわけです。でアメリカ最初に行った時もですね、ワイアメリカ法はどうするんだと、 TPP と思うと、まあ、今回衝突するだろうという話をしていました。彼らは何も答えられなかったですね。で今回協定をこうよく見るとですね、ワイアメリカ法を含めですね、アメリカの制度は TPP によって影響されないということになっています。ですから今ですね、先ほど申しましたこの TPP 条約というのはアメリカ以外を自由化する条約であるというのがまあ分かりになると思いますね。で、さらにですね、私が問題としているのはですね、このルックスページですか、本当の主要なところはですね、やっぱり1000ページ程度ですね、条文ですね、1000ページ程度です。本当の条文は1000ページ程度です。あとはこう資料というものがつきますから、1000ページはですね、このその30の章にも書いてある。その30番目の最後の章にね、これはその条約としての、いろんな取り決めが書いてあるんですね。例えばこの条約は何で書かれるか、もちろん英語だろう。じゃあメキシコもいるから、スペイン語もチリとかペルーとかスペイン語だな。さフランス語もそうなんです。なぜフランス語？カナダ、バイディンガル、今度は今トルドーというですね、大統領首相が出てきましたけども、トルドーの名前がしてフランスのですね、昔の有名なトルドーというお父さんの息子さんですけども、要するにバイリンガルで、カナダというのはフランス語を出ないとダメですね。さてこの12カ国が参加してくる国で、その中でですね、日本というのはこの中で見て2番目の国です。もし日本が参加しないとですね、これは、発行条件 85% に達しなくてですね、要するに日本はだいたい 17.5% ぐらいの経済力があるわけですから、それはですね、日本が参加しなければこれは成立しないんですよ。それぐらいこの TPP にとってはですね、核べからざるものです。この核べからざる日本はですね、成分ではないんです。皆さんわかります？そんなことってないんですよ。どんなその、まあいろんな日露なんとか、ね、なんとか貿易協定とかたくさんあってもですね、大体英語とスペイン語、日本語、それからロシア語と日本語、両方がですね、正なんですよ。正なんですよ。正なんですよ。いや、君そんなこと言っても、日本語は読めない、アメリカ人は読めない、冗談じゃないですよ。アメリカ人はその1000ページを英語に訳す、日本語の1000ページを英語に訳す人は5万といいます。なんでこの協定が日本語でないの、ね、でこれ先日の、参議院委員会ですね、徳永さんが質問しました。これはぜひ英語、日本語でもやってください、再交渉してくださいと、ね、言ってますよね。でそれに対して、これはですね、当然の安倍総理は答えられません。あまり担当大臣も答えられません。
渋谷市民館が出てきてですね、タラタラと言うわけです。何かというと、英語、フランス語、スペイン語は公用語で世界でよく翻訳されています。で、この協定が日本のですね、以下の承認を得るときには、それをちゃんと訳してですね、皆さんにお示しした。話が違うだろう。翻訳と言ってんじゃないの。要するに、日本語でこの書かれた契約書は、これは正でないといけないんです。なぜか。それは、これは12カ国間で厳しいですね、激しい論争になるんです。厳しい論争になったときに、日本の特殊な状況、例えば、県というのはね、それはプリフェクチャーと訳しても、しかしプリフェクチャーと、ね、県とは同じものか、違うでしょう。それはアメリカはおそらくプリフェクチャーというのはプリフェクチャーとアメリカのステートとの中間的な存在でしょう。だから係争となったときにはその国の言葉であるということは、その国の概念があるということがものすごく重要なわけですよ。だから日本語は正でなきゃいけない。それがですね、カナダのフランス語、これはですね、TPP 参加国の人口比で何パーセントですか。それが正でありですね、どうして 17.5% の日本がですね、正ではないのか。それはね、それは2つです。仮説は2つです、ね。1つは日本語をバカにしている。もう1つはですね、日本が認めた。要するに、日本語が正であるとまずい。翻訳した、外務省が翻訳した方が一番いいと。外務省が翻訳した内容が一番いいと。国会審議のためには外務省が翻訳したものでないと国会審議は通らないと。わかりますか。私はその、山田先生も私もね、長年こう議員にやってたけども、日本の外務省が翻訳するってのは、もうみんな嘘だ。嘘とみんな嘘とは言えないですよ。微妙にずれてるんですよ、概念が。微妙にずれてるんですよ。それはもう今の国会議員はですね、誰一人として英文とチェックしない。ひどい場合には日本語すら読まないその議員ばかりですけども、ちゃんと読めばですね、英語の原文とですね、日本語の訳とは違うんですよ。ずれてるんですよ。それは、そういう日本人としては、これを出したらですね、必ず紛糾するということで、結局出さないわけですね。ですから、まあ、そういう問題があるわけでございまして、時間がどんどんなくなってしまうので、先に行きたいと思いますけども、そこに最後、あくまで最後に書き込みたいんですね。だから、はっきり言うと、協定を読んでもですね、よくわからないです。アレックス読んでも実はわからないです。ですから、NGO、海外の NGO も含めてですね、みんな言ってることは、デビュー・リブス・イン・ディテール、要するに最後に悪魔は潜んでいる、こういうことで、今一生懸命みんな目を覚めるようにして見てるんですが、私はそれでもね、見つからないと思います。今回の TPP っていうのは、ね、この悪魔はですね、別宅にいて魚釣りしてると、悪魔は別室で協議してると、こういうことですよ。これはですね、今までのものにもなかったんですね。例えば一番有名なのは、この為替、その通貨操作の問題ですね。通貨操作をアメリカ側は絶対ですね、日本が円安誘導をやってるのがアメリカが貿易赤字になる理由だということで、それを日本のですね、通貨操作をやめさせようということでやってます。しかしそれを言い出したらですね、本当にじゃあアメリカの QE2、QE3、QE4 はどうなんだということになって、もうこの、その貿易協定が決まらないというところで、それは全部切り離してですね、別室で協議する、別グループで協議する、そしてそれをですね、じゃあ別だったら TPP じゃないじゃないか。それはですね、我々の目に触れない作業があると言いますよ。それは永遠に目に触れないかもしれないけども、それはもう我々日本人はもうおなじみのですね、核の問題とか原子力の問題とか全く同じですよ。そういう日米間の最後データがあったりするわけですね。さて、2番目がですね、これは罠というわけですね。自動車は全面的に敗北しました。それで、この政府がですね、配ってる中の重要なものはですね、交換交換というですね、サイドデータというですね、場合によってはナフキンの裏にちょっと書いてあるとか、そういうものだけじゃなくてですね、2国間できちっとですね、外交文書として残しているというものがあるんです。それは18ありました。で、そのほとんどが日米間で、そのうちの4つが自動車関連です。で、その中の1つを見るとですね、面白いことが書いてあるんですよね。
でそれは日本のですね、さまざまな、自動車産業に取り巻くのが、アメリカのにとっては非関税商品だという主張なんですが、そこで書いてあることは何書いてあるというとですね、ここに書いてあるような問題は、TPP 条約が発効する前に日本が取り組むという約束になっているんです。わかりますか、私の言っていること、どんな深刻なことか。TPP というのは、署名、国会議論、それから発効、それから国内法の成立で初めて成立していくわけですね。ですから TPP は成立しないかもしれない。したとしても5年ぐらい先です。しかし、この二国間条約、交換公文で書いていることはですね、今すぐ協定ができるかできないかに関係なくですね、日本はそういうアメリカの車のようにとってですね、貿易障害となるものをですね、全て取り放せという契約を我々は日本間で作っているということでございます。でこれはひどいなと皆さん怒られると思うんですが、で僕らはまあ長く取り組んでますから、この TPP のこの条項の困難さを知ってるんです。それは何かというと、皆さんはご存じないかもしれませんが、 TPP の最大の最後の問題というのはサーティフィケーションという問題があります。要するに TPP 条約が署名され発行し国内法ができたとしてもですね、実際に本当に効果があるということをアメリカ議会が認めない限り、その国は署名しようが発行が成立しようがですね、アメリカはその国に対する条約上の特典を認めないと。これがサーティフィケーション、それがサーティファイス。例えばここで日本が自由化されて自動車が、アメリカの自動車がたくさん売れる、じゃあ巷にですね、フォードやクライスラーやですね、ハマーがもうこのどこでも走り回ってる、軽自動車なんてのはやめましょう、こういうことになればですね、それは認められるかもしれませんが、そういうことがないとですね、実はこの条約というのはですね、効力を、日本に対しては効力を発せないしないんですよ。ですからこの部分というのはものすごい恐ろしい部分だということでございます。まあ、そういう話をしているとですね、まあ、昨夜時間が始まってくるわけですが、その中でですね、やはり同じようにその交換公文の中で最後のところに、18の最後のところにですね、保険等に関する非関税商品についてというのがあります。でそれはたった1行、政府が出してくるのはたった1行、中を見ると、それはですね、かつてアメリカ政府が日本に突きつけてですね、民主党政権の時にそれを受け取りを拒否したですね、年頭要望書、年次要望書のですね、この何百ページの内容ですよ。それがですね、たったその日米交換公文で1行書かれているわけですけれども、結局、長年の間ですね、自民党政権も含めてですね、ずっと私たちの先輩が防波堤になって、そのアメリカの要求を拒否してきたものはですね、この安倍ちゃんになってですね、一挙にその防波堤を取ってしまいました。結果はどうなるか、それはどうなるかわかりませんけども。で、最後にですね、次にショックドクトリンというですね、悪用ですね。要するにショックドクトリンという言葉の皆さんもご存知だと思いますが、要するに何か問題があるとしたらですね、何か災害が起きたらそれでバッと焼け太いじゃないですけど、何かやって儲けるという、そういうのをショックドクトリンというんですが、これはクライン、ナオミ・クラインが書いてありますね。ご存知ですか、ショックドクトリンの本なんですね。これまさに TPP はですね、その安倍政権にとってはまさにショックドクトリンですね。TPP があるからお金をつけられるということになってですね、こうやってるわけですね。で、TPP というのはですね、先ほど言いましたけれども、協定文ができたといろいろ言ってますけれども、本当に成立するかどうかわからないんですよ。で、この協定文もよく読んでみるとですね、いろんな自己矛盾を書いててですね、さっき言いましたように、問題点は全部別室協議、別宅に保存とこういう形になっているんですが、実際に全部やってみるとですね、なかなかこう矛盾があって、成立するのが難しくなってるんですね。しかし、そういうものと関係なくですね、それが発行が何年だろうがですね、ともかく来年の参議院選挙を見えてですね、今年中に予算をつける、今年中に予算をつけるというところでですね、この一生懸命やっているということでございます。
で、本当に3兆円を使ってですね、一体何をするのかと私はもう本当に、疑問を感じているんですね。で、もう例えば森山大臣ですね、就任してすぐに言ってるわけですが、 TPP がこうなるとですね、農家が大凶権、農家が大凶権から法案請求しなきゃいけない。農家とどっちがどう関係あるのかわかんないですね。それでまたもうこれたくさん柑橘類がたくさん入ってきますよね、今のレンジだけじゃなくてですね、新刊も入ってくる、いろんなもの入ってくる。そうするとですね、果樹園農家は本当に大影響を受けますよね。果樹園農家は何を求めているか、それはやっぱりですね、だんだん畑の整備とかですね、山を切ってだんだん畑にするとかですね、そういうところに水を引くというんですね。要するに結局何かというとですね、 TPP 対策というのは全部土建だということですよ。勝手の奪われると同じようにですね、農家対策というのは全て土建になっていくと。それは何ですか。それは土建しか政治献金を作れないわけです。で、昔はそのメーカーでもちゃんと政治献金を作れました。しかし今はですね、ビスティックナット1個ぐらいですね、国際入札でインターネットで入札するときにですね、政治献金なんかで入り込む余地がないわけですよね。かってそういうものをたくさんやっていた東京電力にはもうそんな余地はありません。かってそういうことをやっていた東芝にも余地はありません。ですから結局ですね、やっぱり政治献金を作るのはですね、やはりその保険しかない。1メートル単価いくら、こういう世界でないとですね、政治献金はできないわけですね。で、もう本当におかしなことができています。で、今それで安倍政権はですね、その攻めの農業と言ってね、そういうものにお金をつけるんだとやってますね。まあ、それはそうだよ、そうかも。しかも私新聞を見てて驚いたのはですね、農家がもう自由貿易でたくさんいろいろ入ってきてですね、影響警備と農林水産省は言ったけど、現実にはですね、どんどん入ってきて損する。損した時にどうするのか、補填するのかというとですね、それは保険でやって言うんですね。そういうのってあるんですか。私ちょっとあまりよくわからなくてですね、例えばかつて日本は造船業が素晴らしかったんですが、造船業ってのは韓国の造船か中国の造船で一気にダメになっちゃう。で、造船業が苦しくなったらですね、保険でですね、造船業がカバーできる。ありますか。ないでしょ。私はだからこの農業でですね、その TPP で損害を受けた時にですね、保険でカバーするという考え方はどうしてもわからないんですね。しかもそれに対して政府がですね、保険料も払うということですね。だそれはそんなに政府が払うということは、要するにダメージがあるということじゃないですか。そんだったら直接払った方がいいんじゃないですか。もうダメージが明らかならば、それ政府が保険料払ってくれるわけでしょう。私はね、もう本当にこれちっちゃな記事だけども、本当に心の底からですね、さむざんとしたまあ、須藤の言うことはですね、いつも難しくて早口でですね、何言ってるか分かんないという方がおられるんですね。私はその分かりやすいように言うことですね、 TPP 落語というのがですね、皆さんにちょっと ご披露した TPP 落語、それはもうご隠居さんとですね、クマちゃんの話なんですが、クマさんがですね、お隠居さん、隠居さん、今度テペペってのが来るんだってね、テペペ、テペペ、テペペ、夏は吐くのが来るんじゃねえと、それは TPP というんだ、自由貿易のことで、自由貿易になればいいよ、もうお前の作ってる米もたくさん売れるようになるし、ね、また安い国も入ってくるかもしれないな、安い国も入ってきたら困るじゃないですか。いや、そこはやっぱ安倍ちゃんはよく考えてる。だから強い農業にしなきゃいけない。だからそのお前たち熊さんもね、やっぱただ普通の米を作ってるんじゃなくて、もっと付加価値の高い米を作りなさい。いや、ご隠居、私はね、実はそのカルガモを使って有機農法をやってるんですよ。あ、有機農法を使ってるのか。それは素晴らしいね。でカルガモでやってるから、その有機農法でそれは高く売れるかもしれないね。だけど、クマさん、そのお宅のカルガモはなんて鳴くんだ、ね、いや、ご隠居さん、カルガモっていうのはグエグエって鳴くんですよ。グエグエ、グエグエって。いや、クマさん、それはダメだよ。これからのカルガモはなんて鳴くんだ。それはアサク、アサク、なかなかね。まあ、本当にね、会社の人には大変申し訳ないですけど、もう本当にですね、もうそう言いたくなるようなですね、ことなんですよ。この協定でもですね、それが長年言ってたんで、心配してね、
自衛官、そして官報をね、官保険、これなんとか守らなきゃいけない、守らなきゃいけないと言ってるのにですね、たった一枚の紙でですね、すべては引き止めてしまったわけでございます。さあ、そこで5分しかないというのがありますので、5分で、まあ、最後の話をしたいと思いますが、まあ、4番と5番を読んでいただきたいんですが、まあ、要するに、我々は5年間戦ってきました。しかし、さっき最初に言ったように、皆さんが TPP、敵とする TPP の姿を見失っているんじゃないかというのが一つですね。TPP というのは名前は TPP だけど、その内容はもう千変万化、どん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 変わってきているわけですね。それを昔と同じようにですね、言って、まあ、そういう、まあ、批判はしませんけども、そういうことではですね、身に迫る危機をですね、本当に、まあ、防ぐことはできないんですよ。ですからやっぱりよく相手の姿を見極めてですね、相手がどういうふうに姿を変えていくのか、それはウイルス対策と同じですよ。ウイルスだってですね、もう A 香港型 A 型とかって言ったらですね、今度は C なんとか型になってですね、それからそれの変形型になってくる。そのようにですね、ウイルス対策には一生懸命我々もですね、それに現実に対応しているわけですが、それと同じようにですね、やっぱりですね、TPP もしっかりと対応していかなければいけないということでございます。我々5年間戦って、幸いなことに、当初の TPP はなくなりました。我々が押されていますね、もう本当に凶暴な TPP ってなくなりました。今、TPP を見ればですね、昔のガラガラヘビがですね、今山かがし程度にですね、これはもう本当に変わってきているわけですが、それでもですね、その山かがしもいつまたガラガラヘビになるかわからないということで、まあ、我々もですね、必死でですね、状況を監視しですね、対策をというわけでございます。 TPP 自体は簡単にはですね、成立しません。今これは我々が反対運動しているからではなくて、これはアメリカの議会、アメリカの社会、要するにアメリカが実は問題だということをようやくアメリカの人が気づいてですね、これがアメリカにとって大変だということで、今大変な問題となっています。オバマ政権がどれだけ真剣かも分かりません。日本では TPP 対策本部を作りましたけど、アメリカでも聞いたことないですね。ですから、バム政権がどれほどこれにですね、真剣に運営するかもよくわからないんです。しかし、この、ね、一旦はガラガラヘビから山かがしになってきた TPP でありますけれども、これを再びですね、ガラガラヘビに、ならないようにも、しっかりと見張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。すいません、落語を須藤さんが披露されるとは私も思っておりませんで、しかも相当レベルが高かったように思います。皆さんどうでしょうなのでちょっとハードルが上がったと思って緊張しております。続けて私の方から、少し報告をいたします。須藤さんは落語までやっちゃいたいという気分が実はとてもわかります。アトランタもしくはその前のハワイ、私何度も交渉会合に足を運びましたが、その度にですね、その日本政府が一体何をしたいのか、何を国益として、交渉しているのか、これは、まあ、現場でいろんな情報を得つつ、あるいは他国のいろんな人たちと話をしながらですね、わからないんですね。見失っている。これは他の安保法制や安倍政権が行っている政策とも共通しますが、TPP はもうすでに官邸主導のマターになっていると私は思います。ですから、まあ、いろんな省庁がチームを組んでいますけれども、もうやると。やると言ったらやると。中身とかですね、影響とか、そういうことは二の次、三の次でいい。いうマターとしてこの間日本で進行してきたのではないかと思っています。その先にあるのは先ほどご指摘にあったような選挙であり、政権の維持であると言わざるを得ないんです。ですから本当に寒々とした気分で交渉に進めてきた、これは岡村さんも含めて
本当に5年間一緒にやっている人たちの共通の思いでございます。で、私はですね、このテキストが公開されたということは、つまりステージが変わったわけですね。冒頭申し上げたように、ずっと秘密にされてきた。唯一あったのはウィキリークスのフリークリック文書、それから断片的に伝えられるいくつかの情報、数字であったものが、まあ、だからこそ私たちは秘密主義を徹底批判してきたわけなんですが、まあ、この度ですね、周りなりにもテキストの案ですが公開されたことを思ってですね、ステージが変わったわけですね。そのことがやはり私たちは深く認識をするべきだと思います。で、位置づけはですね、本当に首藤さんの報告の通りなんですけど、TPP というものはですね、いろんなその、TPP 自体が付属パーツを伴っているわけですね。日米連合協議であるとか、それから為替操作をここにやっているとかですね。だからその総体として、可視化するということが私たち今ですね、とにかくやるべきだと思います。まあ、差は去りながらですね、まずはやっぱりテキストを徹底分析するということはまずやらなきゃいけないんですね。で、冒頭申し上げたように各国の NGO、 私たちの仲間たちはですね、11月の2日に公表されて以降、まあ、たった1週間しか経ってませんけれども、本当に、大急ぎで、まあ、それぞれの専門分野から、ないしは過去の貿易協定の比較をしたりですね、とうとうあらゆるですね、手段と知恵と体力を使ってですね、分析をしていています。ですからそうしたものっていうのは、まあ、英語になりますけども、プレスリリースだとか、ちょっとしたその分析ペーパーということで、インターネット上やメールの中では取り掛けます、1週間。ただやっぱりですね、全体を各分析するものっていうのはまだまだ出てきていません。これは本当に経験豊かな方々であってもですね、やっぱりそのもう1000ページにわたる文章ですから、それを逐一チェックをして、そして批判的な検証を与えていくというのはやっぱり時間がかかるんですね。ですから、ちょうど実は今日山さんたちともご一緒にですね、日本の側でもこのテキストを分析する小さなチームというのを作りまして、まあ、これはいろんな専門的な方々を誘いして英語文章を読み込みながら、とにかく問題点を出して、多くの方に発信をしていこうと。おそらくこれは、まずは年内いっぱいぐらいを目処にしていくと、まあ、もちろん随時分かったことは出していきますよね、ということを始めました。で、そしてですね、私のレジュメにあるのは、に沿って少し話しますが、一緒にはこれはもうお読みください。事実関係を書いて3番目、これはもういいと思います。でぜひお願いしたいのは、今まで書かれているこの政府の概要というのをですね、まずは皆さんインターネットで概要を見れますので見てください。あるいは付属書、それから先ほど日米並行協議というのがありましたが、これは交換文書、しかも概要なんですよね。あります。でまずはですね、最低限政府が全く不十分ですが出した情報というのを見るということが正しい、市民的な態度ではないと思っています。まあ、ついでに言うと、日本政府は多分市民という概念はないんだと思いますね。説明会も業界向けしかやりませんし、最近は多少一般参加もいただいていますが、それから一般のパブリックコメントというのもよくやってません。アメリカでは何回もやってますし、カナダではテキストの公開を受けてパブリックコメントをやると新政府は言っています。まあ、形式的に終わる可能性もありますけど、少なくとも国民一人一人の声を聞くという態度が、姿勢がそこからは読み取れるわけなんですね。ですから大問題は日本政府のまず情報の開示の仕方、それからさっき首藤さんがおっしゃった成分でないと、日本語は成分でない、私たちは外務省翻訳でしか知ることができないということの問題ですね。これは後半言いますが、国民の声としておかしいと言っていく必要があると思っています。
で、4番目以降はですね、まあ、私も時間は本当にない中でなんですが、そして、英文のその原文なんていうものはですね、もう見るだけで、即座に、もうぐちゃぐちゃにして捨てたくなるぐらいの難解で、まあ、法律の文章ですから、難しい。ですから当然、日本語になっても難しいんです。そんなにスラスラやる人はいないんですが、それでもですね、本当に、まあ、怒りとか悔しさを糧にですね、少しずつ読んでいます。で、今日はポイントを3つだけ挙げたいと思います。1つはですね、これは再興味の問題なんですね、やはり。最初にありましたけども、まあ、エンドレスゲームとしての TPP というふうに書きました。で、国会や新聞では、農産物の7年間の再協議ということが主に取り上げられていますが、実はこれ、読んでみているとですね、いろいろと、あるところに、再協議であるとか、それから再交渉とかですね、それから必要に応じた協議というような規定や、そうしたことを含み込んだ場という委員会だったりですね、ワーキンググループだったり、そういったものが非常にたくさん入っているんですね。それは一番驚いたのはですね、最初の授業ですね、TPP 委員会というものを設置して、発行から3年以内に協定の改正または修正の提案を検討すると、これがはっきり規定されています。で、これは何なんでしょう。つまり、発行して3年以内にまた改定をするとかですね、そういうことが含み込まれている。これ全体をカバーする話ですよ、これは。で、その後はですね、各分野、関税の撤廃については、時期を繰り上げる検討、相手国からの要請があればすると書いてますし、その後は、まあ、いくつかの分野で、討議をする場を作るとかですね、3年以内に再交渉するとか、5年以内に追加的な交渉を行う。これらは全部ですね、ほとんどは交渉の中でいわゆる難航分野として最後まで、残っていった領域が多いんですね。ですからここで生じる疑問というのは、交渉って本当に終わっているのという話です。おそらく部分的には終わってないんだと思います。首藤さんのご指摘なんだな、さっき話してたんですけど、7年間の関税撤廃の再協議、7年後の農産物の関税の再協議があって、実はですね、アメリカがそれだけその期間だけ待ってくれるという話に過ぎないのかもしれません。本当はもうもっと撤廃するっていうのは裏で話が決まっていて、でも今回ですね、一気にやっちゃえばさすがにそれは批判も多いのが反発もある。だから7年後にですね、やるということを逆に逆算して書いてるんじゃないかというように思わざるを得ないです。それからですね、その、再協議や追加交渉をすることをですね、促進させるようなメカニズムというのもいろいろと入っています。これ委員会だとか作業部会とかワーキンググループとか、下に挙げただけでもこれだけ入っています。で、特にですね、一年祝会の問題は本当に多くの方が心配していますけれども、ここにあるように、一年祝会作物についての情報交換のための作業部会というのを設置する。で、これはですね、農水省の官僚がコメントしているんですが、こういう部会が作られるのは珍しいという話までしているんですね。これ何をする場合なのかが大変不明瞭です。一応規定には、その各国の承認のシステムの情報交換だったりですね、それから誤って根底の隅に遺伝子組み換えのものが間違って混入するということがあります。そういう事例の情報交換ないしは、一番気になるのはですね、輸出国で、遺伝子組み換え作物を作る企業に対して情報提供を奨励するというようなことまで書かれているわけですね。で、今政府は遺伝子組み換えは心配ありませんと一生懸命言ってますね。まるで私たちがいろいろ懸念していることをですね、まあ、相当意識しているんだと思いますが、一生懸命言ってます。確かに今はそうかもしれません。
ですが、ここに書いているような追加的な協議やこうした作業部会というものを通じていくらでも今はない要求というのがされる危険性はやはりあるというふうに思っています。それからですね、2つ目ですね、これは知ってる方は知ってるんですが、TPP 自体はグローバルな規制緩和ですよね。企業にとってビジネスがしやすいように各国のルール、制度を変えていく、規制緩和をどんどんして、融和させていくというものですが、そこにはですね、ラチェット条項といって、もう一度自由化をしたらですね、その先、締結して発行した後ですね、もう自由化度を弱める方向では改定できないんだという規定があるわけです。これは他の官米 FTA などにも踏まれている規定です。これは ISD と並んでですね、非常に主権を侵害する条項として国際市民社会を批判していますけれども、これが TPP にも含まれています。このことは自体はもともと分かっていましたが、実際テキスト上ではですね、ここに書いてあるように、サービス貿易というチャプターだったり、金融サービスというものに含まれています。ですから、例えばですね、一度民営化したり、法改正と規制緩和して、自由化の方向に行った、何かあったとしたらですね、それを発行後に、TPP が発行した後に、もう一度戻すということができないわけですね。縛られてしまっているわけですね。違反になるわけです。これは何を意味するのかというと、単に、自由化の度合いを元に戻せないというだけではなくてですね、私たち自身が決めることができなくなることなんですね。民主主義、主権の問題なんですね。で、ただし日本政府はここの条項に関しては、そこの火星に引いたようないくつかの、やはり、懸念が多いと言われている部分がある。これは今のところ、保留ということにしています。ですが、2つの問題があると思います。1つは、じゃあ留保してない分野というのは適用されることになりますから、留保するのはこれだけでいいのかという疑問もっとあると思いますよ、私は。そしてもう一つは、今留保しているけれども、将来にわたって、留保もしませんということは、むしろウェルカムなので、そちらの方向に除外が発されていくという危険性もあると思っています。それから、後戻りができないという意味ではですね、入った、現行の関税を引き上げたり、または新たな関税を採用してはいけないという規定も、もうしっかりと入っています。で、これも同じですね。もう私たちが関税をまた戻したいとかですね、新しい国外に関税をかけたいよといった場合に無理なんですね。つまり、この TPP 自体に仕掛けられた、メカニズムというのは、一方的に一方通行です。自由化に向けて、そして何もかも市場に向けて投げ出すということの一方通行、原理原則なんですね。ですから、これは、TPP 批准しないというのは当たり前の私たちの主張ですが、こうしたことの細部を見てですね、何をその除外していっているのか、ということをもっともっと読み込んでいく必要がありますし、今読んだだけでもこう分かっているわけです。その他にもですね、これはむしろ海外の NGO が一生懸命やってるんですが、随所にですね、多国籍企業、あるいは投資家にとっての TPP の流動的なルールというのが、あちこちに、条文テキストのあちこちに含まれています。まさに、その、テキストはもちろん、細部とは言えませんけども、その、付属文書などを含めればですね、もうディテールの中に危険なものがいっぱいいっぱい詰まっているという状態なんですね。はい。そして、3番目は、並行協議の問題です。これは、先ほど総さんがかなり言ってくださったので、私は走りますが、そして、農産品の問題は、実は後で、農民連の方に、ちょっと農産品の一挙ですね、影響なんかも簡単に報告していただくようにしたので、本当に農産品は、もう、なんていうんですか、ダイバーゲンセールっていう感じだと私は思います。
聖域と言われてた品目はもちろんですが、むしろその後に出てきた400品目にも及ぶ重要品目以外の農産品の関税撤廃あるいはされています。こちらは相当現場の方は驚いていますし、私自身も驚きました。まさかここまでやるかというふうに思ったわけですね。で、おとといの国会審議、私も後で見ましたけども、もう完全に馬鹿にしてるわけですね。正義守りましたって言ってます。で、それ守ってないじゃないかと野党の議員が追及するとですね、いや、政府としては守っていると思っているので、あとは国会議員の皆様のご判断に委ねますと言っているわけです。つまり今の数の論理で負けないとかっていうふうに思っているわけですね。舐め切っているわけですね。という本当に農産品だけ取ってもひどいし、他のむしろ非関税のところもひどいという話なんですね。で、自動車のところはもう飛ばします。で、保険のところも飛ばしますが、1点だけ言うと、やはりこれは TPP 協定の中に共通して通定してある、原則、思想というかですね、原理というか、いいですか、これはやっぱりですね、このユニバーサルサービス、すべての人に行き届く、多くは国がやったり、地方自治体がやっているようなサービスですね。言い換えれば、水道だとか、郵便だとかですね、やっぱり暮らしにとって必要なもの、これに対する規制緩和というのが、やはり徹底していると思います。その日本にとってのそこの攻撃というのは、もちろん、官報、声明だったりですね、それから郵便局、全国の郵便局のネットワークの中で、外資を売らせるとかですね、それから官報の、日本郵便が得た収入をですね、急送便の上の方に振り向けたりとか、つまり徹底してそこに参入してこようというような意図が感じられます。で、問題はですね、日本政府が訳したこの日米連合協議の、交換文書というものは本当にちょこっとなんですね。皆さん見ていただければ分かります。ですけど、英文そのものは本当に何ページにも当たるようなものです。だから、この交換文書、ないしはサイドレターというものも、の全容も、きちんと出させないと分からないということになります。そして、食の安全安心に関してはですね、一番は遺伝子組み換えに関して先ほど言ったことです。それから、丸2もですね、SPS という章の中で、追加的な交渉が求められている。場合によっては紛争解決ができるといます。で、アメリカの、その、遺伝子組み換えなどを作っている会社ですね、モンサントとか、カイユとか、そういった企業は、この今回の大筋合意の結果を、基本的には大喜びしています。今日、デモクラシーナウというですね、アメリカの独立系のネット放送で、パブリックシズンのロリー・ワラクさんという方がインタビューに答えてました。基本的にそうしたバイオテク企業というのは、今回の結果に、ある程度満足をしている。これ何を意味しているのかというとですね、日本政府は大丈夫です。遺伝子組み換え入ってきません。食の安全、安全を守ります。言ってます。そのことと矛盾するわけですね。で、これはもう少し詳細な分析も必要です。で、問題はですね、並行協議なんです。この丸さんに書いたところですね。これも英文と付き合わせてみると、本当に身の毛がよどつような文言がたくさん書いてありました。一つは防カビ剤の問題で、日本はこれまで防カビ剤というのは農薬としてそして添加物として両面からチェックをしてきたんですね。ところがそれはアメリカからすれば二重のチェックですから外してほしいということで、今回のこの日米連合協議の中で、添加物としての評価を省くというような約束をどうやらしているようです。そういう認識で一致をしたというふうに書かれています。それから2番目はですね、
国際的な汎用添加物の問題ですね。これ日本はまだ承認してないものが4つほどあります。これはアメリカは承認せよと言ってきているわけですね。なぜならば国際的に安全性が証明されているので問題ないでしょう。だけど日本の基準って要するに国際基準より高かったわけですね、安心安全という意味では。だから国際基準に合わせなさいっていう時に私たちはうっかりそうだそうだと言ってはいけなくて、それよりも日本の基準が高い場合があるわけですね。つまり日本にとっては後退するという時もあるわけですね。ということもこの平衡協議の文章の中で約束をしているようです。それから3点目が、ゼラチンやコラーゲンの輸入規制緩和をしていきますということ。これは BSE の発生後輸入禁止を続けていますが緩和しています。つまりですね TPP が大丈夫と言われています。だけど日米平衡協議という別枠別トラックで走る一アメリカとの交渉の中でですね、こうした情報をしているアメリカの要求を、飲んでいるということが分かりました。でもっとあるかもしれません。全部文章が出てきたとは限りませんので、ね、ですから先ほど総裁が言ったように全体像をですね、全て、特に平衡協議の文章だったりサイドレターというところにこそ一番えげつない文書、要求が潜んでいる気質が高いと私は思います。で最後にですね、先ほど今読み解く作業をしていると言いましたし、これから本当にやらなきゃいけないんですが、おそらく皆さんもその政府の資料を読んだりですね、英語ができる方はぜひニュージーランド政府のホームページに行って原文を見てみてください。眺めるだけでもいいと思います。で、そういった作業をですね、いろんなレベルでいろんな方がやっていると思いますが、やはりその際に、リテラシーというかですね、どういう方視点で読んでいったらいいのかということを、ちょっとこの間、私も考えてきました。で、一つはですね、やっぱりこのテキストというのは、法律の文書で、しかも、言ってしまえば、当たり障りがない、いいことっていうかですね、例えば労働省なんか見てても、うっかり読んでるとですね、労働者の基準、相互の専門に従って守っているとかですね、なんか全然間違いが一箇所もないみたいなことが書いてあるんですね。ですけど、このテキストっていうのは、いわば一つのフォーマットなんですね。だから、これだけにとらわれて、その例えば政府やいろんな人で議論するときに、これに書いてるからいいとか書いてないからとかっていうそこだけにですね、陥ってしまうと、やはりさっき言ったいろんな仕掛けが仕組まれている他の交渉があったりですね、他の場所で議論されている感染問題などそういうところがむしろ見えにくくなるという罠に陥らないように しなければいけないと思っています。それからもう一つはですね、TPP の政治性と書きましたが、これも同じなんです。二重の仕掛けを私たちははめられていると。例えば保険分野の中では TPP の保険分野ですよ、その中ではですね、もう明らかに漢方狙い、漢方を潰す、漢方ターゲットというような優遇措置をしちゃいけないとかですね、さまざま書いています。そして同時に日米平衡協議の文書の方でも書いています。だからどっち側からもですね、がっつりと攻め込まれているということも読み取れます。それからもう一つですね、これはちょっとテクニカルな話になりますが、テキストを日本語であれ英語であれ読んでいく際に、こういう透明性だとか差別的でないとかですね、平等だとかですね、それからさっき言った国際基準遵守、そういう単語がいっぱいいっぱい出てきます。これには注意しなければいけない。国際基準というのはさっきも言ったんですし、その透明性といった場合のこうした貿易協定、TPP のような貿易協定の中での透明性というのはですね、市民にとっての透明性という話ではなくて、企業に対する透明性なんですね。政府がもっと情報を企業に入れなければいけない。場合によってはいろんなその政策を決める審議会とかですね、そういったところの場に外国の投資家の意見を
取り入れないといけない、それが透明性だという場合が多いんですね。実際に、日米平行協議の中ですかね、投資に関してですね、外国人投資家の意見を規制改革会議等の日本の審議の場の中にですね、意見を取り入れなければいけない、取り入れるというふうにはっきりと書かれているんですね。これよくこんな書いたなって私は思うんですが、あからさまにというようにですね、一見私たちのその主義的な価値で言えば、あそうそうって思うような言葉は実は全く違う文脈、全く違う意味によって使われているということが重要なんです。それから差別的にないとか平等という意味もまさにそうです。企業が今ずっと言ってきているのは、政府の例えば国有企業だとか政府による、独占的な企業の優遇措置、そういうものは企業にとってはですね、自分たちを差別している措置だという訴えなんですね、一貫して。だからそれを平等主張でしょう。そのために規制緩和をしたり、いうことをしようと言っているわけですね。だからこういう一見良さげな単語には注意をしようというのがあります。それから最後の最後ですね、私はいろいろテキストを読んだりいろんな方の分析をこの間読んできているわけなんですが、一つですね、やっぱりこう私たち自身がともすれば見失ってしまうことってあると思っています。その下につい数日前に読んだジェフリー・サックスの TPP 協定文のコラムというのがあって、それが大変印象的でしたから目的に訳しておきました。ちょっと読んでてください。さっきの須藤さんの話と実はリンクしています。もともと TPP というのは何だったのかという問いでもありますし、実は今ですね、アメリカやヨーロッパの自由貿易に批判的な市民社会が訴えていることというのはですね、その自国の産業とかですね、自国の農産品とか、そういった問題はもちろん議論の一番分かりやすいものになります。しかし、実はもう一つ重要なことがあります。それはここに書いているんですね。その国際的な市民社会でこれまで構築してきた価値ですね、人権を守るとか、それから環境を破壊しないとか、そういったことをどうやって、自由貿易というですね、協定の中にルールとして埋め込んでいくかと、そういう議論が必要なんですね。なぜならば、この30年間、自由貿易が推進され、グローバル経済が隅々まで行き渡った中でですね、当初言われていた貧困層も取り組み合うのでですね、豊かになりますよと、その理論というのは間違っていたことが立証されています。だから、ピケティとかですね、スティーブスとか、そういった経済学者もですね、グローバル経済こそが貧困の格差を生み出すということを明らかにしているわけですね。ですから、ともすれば、ビジョン追求に暴走していく存在ですよね、企業というのは。企業はビジョンを追求するのは当然ですが、そこにはある歯止めが なければ、暴走をどんどんしていくわけですね。だからこそ、本当の意味での21世紀型の貿易のルールというのは、そうした企業の暴走によってですね、最も弱い人たちの人権だったり、環境だったり、そうした普遍的な価値ですね、それから命そのものもそうです。それが犠牲にならないような、そういうルールをどうやって協定に埋め込むかということが、本来のこの TPP が目指して欲しかった価値というと、なんか変な言い方ですけど、21世紀のルールというのであればですね、ですけど実際には全くそうなっていないわけですね。だからこのジェフリー・サックスは、呼びかけとしてはですね、本当に冷静に、慌てずにですね、一つ一つを取り出して検証しなければいけないと言っています。それから後半では自分の国だけが経済成長すればいいとかですね、そういう話ではなくて、自分が豊かになることのというのは何を犠牲にしているのか、そこで傷つく人、死んでいる人がいないのか、そういう視点を持ちながらですね、検証されなければいけないんですね、貿易協定というのは。ということをついですね、国益とかそういう日本政府が使っているような
言葉に私たちもどこか引っ張られる。相手の国の状況、加害者になるんじゃないか、 ISD だとそうですよね。訴えに送っていいのか、そんな相手の国の政府に。そういう視点も、加害者になるという視点もしっかりと入れながらですね、読んでいくということが必要かと思っています。はい、時間になりました。それではですね、ちょっと8になりましたが、10分間の休憩を取りたいと思います。8時10分から再開をしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらで